はい、改めて皆さんこんにちは。それでは第1部をスタートいたします。第1部はアンセントメモリーオイルブレンド&オルゴナイトのヒーリングクラフトさんの清水恵美子さんを紹介いたします。清水さん、ようこそいらっしゃいました。こんにちは。よろしくお願いします。それでは早速ですが自己紹介お願いします。はい、清水恵美子と申します。小学校2年生の息子を1人育ててるんですけれども、まあ、子育てしながら自宅で地道にメモリーオイルをブレンドしています。はい、はい、お家の方でまたね、オルゴナイトもねされてるっていう。そうですね、ちょっと手間がかかるので、はい、たまになんですけれども、うん、オルゴナイトも、はい、時に作って、はいはい、オルゴール作ってんの、うん、オルゴナイトですね。オルゴールのナイト。オルゴールのナイト、ちょっと近いような声を。キラキラしたものですね。キラキラしたものです、そうなんです。ちょっと近いかもしれないですね。いや、オルゴールって、オルゴール職人かと思っちゃったよ。オルゴール職人。素晴らしい。違うのね。オルゴナイトの魅力とかって、ね、あったら教えていただいてよろしいですか。はい。オルゴナイトというものは、うん、金属片と天然石を樹脂で固めて作っているんですね。レジンという液の中にパワーストーンとか、あと、まあ、何でも入れても、メモリーオイルももちろん入れて大丈夫なんですけれども、うん、そういったものを入れて固めるんですね。で、樹脂の中でクリスタルが適度な圧力がかかると、その効果で微弱の電力を発生させるんです、うん、でその力で有害電波とかネガティブなエネルギーを吸収したり、うん、ポジティブなそのエネルギーに変化したりする働きがあるそうなので、うん、はい、こんな魔法みたいなアイテムなんですか。でもとても自分の好きなこうパワーストーンであったりとか、はい、入れたり、うん、で樹脂なのでこう透明なのでこうキラキラして、うん、とても綺麗なんですね。ピラミッドの形したものとかがよく有名かと思うんですけれども、うん、はい、はい、そういったものを、うん、はい、そこにさ、うん、オルゴールついたらいいよね。まあ部品はそうですね、音が鳴ればいいですね。いいよね、よりいいよね。どうしてもね、オールゴールからねオールゴナイトにつながらない。うん、キャプテンさんがいらっしゃるみたいな感じですけれども、ねえ、やっぱりオールゴナイトってどのぐらいでできるんでしょうかね。そうですね、作る時間というか、作業は 1,2 時間で終わると思うんですけれども、はい、樹脂が固まるのが、うん、まあ、1週間ぐらい、完全に固まるのが1週間ぐらいかかるので、うんうん、ちょっとなかなか外でワークショップとか、うん、そういうのはちょっと難しいんですけれども、うん、はい、いつかはやりたいなとは思っています、うん、はい、あ、そうだったんですね。まあ、清水さんはね、うん、オルゴナイトだけじゃなくて、うん、アンシェントメモリーオイルっていうものをブレンドされるっていうね、うん、こともされているようなんですが、そちらの方についてもちょっと魅力語っていただいてよろしいですか。あ、はい、そうですね、元からアロマオイルに興味がありまして、アロマの検定とか見たりとかいろいろしていたんですけれども、うん、はい、であとパワーストーンも大好きで、うん、パワーストーンの辞典、辞書とかもそういうのも持ってこう見たりするのが好きで、うん、で、まあ、そんな時にブログでちょっと知り合った方がそのメモリーオイルをやっていて、うん、でハーブがそのメモリーオイルの中にハーブとパワーストーンが使ってるんですね、うんうん、でそれがみんな、私の好きなものがみんなそこの一瓶に入っている、うん、しかも願いが叶う、うんうん、すごいと思いまして、はい、でそれでまず自分のために何本かこう増やして、うん、でそのうち、まあ、人のためにまたちょっとしてあげたいっていう気持ちが湧いてきて、うん、で徐々に増やしていって今に至ってます、うんうん、ああ、そうなんですね。まあ、じゃあ自分色のブレンドみたいな、そういうことなんですかね。あなたのためにっていう感じですかね、はい、ああ、そう、はい、その方ね、もう受け取った時点からもう成功に導かれているそういう約束ですか。約束ですか、はい、私はこういう感じなのねっていうふうに捉えていただいてるみたいで、何もヒントをこうもらわずに、はい、
こうブレンドするんですけど、はい、で受け取った方がまあ、その通りだと、うんうん、あなんで話もしてないのになんでって言われる方も結構いたりして、うん、そういうところも面白いなって、うん、じゃあ不思議なものですね、うんうん、ブレンドも、ね、うん、オイル、うん、何でも願い叶うんですか？何でも？いや、何でも。で、私の願い叶えてくださいよ。本当ですね、私も叶えてくださいよ。ね、メモリオイルをね、じゃあ作るっていうところからね、しなくてね、うん、願いは叶いませんよね。うんね、まあそういうことで、じゃあ本当に自分の好きなことをされてるっていう、はいはい、そういうことなんです ね、 ですね、活動をね、はい、はい、じゃあもうお客さんからもね、すごい大喜びの感想をいただいてるという、そうですね、うん、先ほども言、はい、うん、いましたように、うん、何にもヒントを与えないで、うん、こう、あ、こう、うまい具合なものを与えて、うん、来たの、来てるので、はい、すごい、うん、すごいですねっていうことは、うんうん、はい、おっしゃる、あ、そうなんですね、はい、本当すごいものだと思いました。はい、でそんな清水さんですけれども、まあイベントとかで一番身近なイベントは今回10月にある、試作品フェアというものに、今回出られるということで、その時にアンシェントメモリーオイルブレンドをしていただけるということで、よろしかったでしょうか。はい、はい、10月27日の10時から12時までの時間帯、そちらの方にいらっしゃるということで、ぜひともお作りになりたい方はそちらに来ていただきたいと思います。それから今日は本当に清水恵美子さん、ありがとうございました。